ボルガル遺跡は、ボルガ川と鎌川の合流点付近でかつて栄えた、ボルガブルガール王国の首都、ブルガールの遺跡である。ボルガブルガールは、中世にイスラームを国境とした国家の中で最北に、あたり、ボルガル遺跡は、今も、地域のムスリムの巡礼地となっている。ロシア連邦、タタールスタン共和国に残るその遺跡は、近隣の小さな町ボルガルと共に、 1991年以降タタール語の発音に準じてその名前で呼ばれている。ボルガル遺跡はユネスコの世界遺産リストへの登録をめぐり、世界遺産委員会と諮問機関の判断がそれぞれ2点3点する右与曲折を経たものの、2014年にボルガルの歴史的考古学的遺産群の名称で正式登録を果たした。 ボルガ川流域にブルガール人が進出した時期については、7世紀半ばから9世紀、初頭まで諸説があり、確定していない。初期のボルガブルガール王は、夏と冬にそれぞれ居留地を定めており、このうち夏の居留地が、西暦925年頃に、都市ブルガールになった。ボルガブルガールは当初ハザール王国に侵入していたが、アッパース朝との関係を深めて、 イスラームを積極的に受容し、独立を施行するようになった。現代では、伝承に基づいて1989年に、イスラーム受容1100周年が祝われたものの、ボルガ・ブルガールが公式に受容したのは922年のこととされる。その年に、アッバース・朝から派遣された施設の一人が、イブン・ファドラーンであり、彼の報告書は、ブルガール氏が成立する直前、 九百922年の夏エイジに3ヶ月滞在した時の記録である。その後、ブルガール市は東ヨーロッパと中央アジアを結ぶ交易の要衝として栄え、比較工業をはじめとする手工業も発達した。数多くの物資の集産地であったブルガール市は広大な広場を備え、その周囲に数多くの手工業者の住宅が存在していた。ビリアルに遷都した後も、 ブルガールの交易上の地位は変わらなかったが、モンゴルのボルガブルガール侵攻によって1236年に行為され炎上した。しかし、1242年にブルガール氏がジョチウルスの最初の首都とされると、かえって13世紀後半には再興を果たし、さらに戦とした後にもブルガールには隠し建造物群が築かれ、それらが現在まで伝存している。 ジョチウルスが弱体化した後、ブルガールは火山半国の一部となった。その時期にもやはり攻易上の要衝としての地位は保ち、地域のイスラーム信仰の点でも中心的地位を占めた。16世紀以降、ムスリムたちの巡礼地としても機能している。しかし、火山半国の滅亡に伴い、16世紀にはロシアに編入され、ブルガール氏はスパスクと解消された。 18世紀には、ロシア正教会の修道院が置かれていた時期もある。1722年に行行中だった、ピョートル一世は、スパスクの遺跡を視察し、その保存と調査を命じた。これはボル、軽遺跡保存のための最初期の命令とされており、ロシア全体で見ても、遺跡保存の必要性を、遺跡者が打ち出した例としては最も早い部類に、属する。その一方、 そうした命令にもかかわらず、ロシア領となった16世紀から19世紀までの間、新しい市街のための石切り場として、いくらかの遺跡が破壊されていたことも事実である。ソビエト連邦成立後に、スパスクはさらにスパスクタタールスキー、さらにクイビシェフと名前を変えた。それから間もなく、いわゆるブルガール論争が加熱し、出自をめぐる関心がボル、軽遺跡の調査を後押しした。 1969年には、タタール自治ソビエト社会主義共和国により、国立ボル・ガル歴史建築博物館保護区が設定され、ボルガル遺跡及びスベヤ自粛がこれに含まれた。なお、1950年代半ばのクイビシェフダムの完成による河川水上昇の影響を受け、クイビシェフの市街地は遺跡から離れた場所に移転した。 ソ連時代末期のペレストロイ海港、タタールスタンでは民族史最高の機運が盛り上がり、ボルガル遺跡はタタール人にとってのその土地及び地域のイスラームの拠点と位置づけられるようになり、1989年にはイスラーム需要1100周年を記念して聖ボルガルの集いが再興された。この祭事は後に国の公式行事化し、タタールスタン共和国大統領らも列席し、 地域にとってのメッカとなることが施行されている。2010年の参加者は約1万人、2011年のそれは約2万6千人となっている。ソ連崩壊以降、タタールスタン共和国では自国を多民族、多宗教の共存の場とアピールしており、その象徴となる遺跡の一つとして、ボルガル遺跡が挙げられている。ボルガル遺跡を視察する。 ウラジーミル・プーチンソ連崩壊後のタタールスタン共和国においてボルガル遺跡の積極的な保存と修復を行ってきたのが初代大統領だったミンチメル・シャイミーエフである。彼はロシア政府を通じ1998年にカザンクレムリン、ボルガル遺跡、スビア自治区を世界遺産推薦した。ボルガル遺跡とスビの世界遺産登録は見送られたが シャイミー F は大統領を退いて共和国顧問となった後、2010年にタタールスタン共和国歴史文化遺産復興財団を創設している。この財団の目的の一つにはボール、軽遺跡の保存、修復のみならず観光地としての再開発も掲げられており、実際、博物館、大駐車場、大祭事場などの整備が進められた。また、 共和国レベルのプロジェクトも進行し、ロシア連邦政府もこれに協力している。こうした動きの中で、バクの時代の宮殿跡も出土するなど、考古学的進展が見られる一方、タタールスタン共和国のイデオロギーのシンボルとされることや、観光地下に対しては、共和国内の知識人らには、批判的な意見も見られる。シャイミエフラは、共和国の分断ではなく、 強制を強調するが、ボルガル遺跡を強くアピールすることは、現代のタタールを、ボルガブルガールとジョチウルスのいずれとより強く結びつく、存在と位置づけるのかという問題に結びつきうるからである。また、ボルガブルガール以来の伝統を強調することに、対しては、ボルガル遺跡に現存する主要な建造物群が、もっぱら、ジョチウルス時代のものであるという批判もある。さらに、 聖ボルガルの集いの成功に対しても、その宗教性よりも、露天などの商業性が目立つことについて批判が見られる。ボルガル遺跡の世界遺産暫定リスト記載は1991年8月31日のことであり、タタールスタン共和国からの推薦の申請は1998年のことだった。 世界遺産センターへの正式推薦は1999年6月29日のことでこれに対して世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は世界遺産の登録基準のに適合するものとして登録を勧告した。基準は以下の通りである。アイコモスが登録基準適用理由として挙げていたのはボルガルは タタールの歴史と文化及び彼らが形成した諸帝国、とりわけ緊張韓国の独特の証を示しているということであった。しかし、2000年の第24回世界遺産委員会では、大ミナレットの復元方法をめぐって議論となり、登録延期と決議され、翌年の世界遺産委員会での最新議でも登録延期と決議された。 ロシアは2012年1月30日に再推薦を行ったが、この時にはアイコモスが不登録を勧告した。かつての登録勧告から不登録勧告への正反対の変更理由としてアイコモスが挙げたのは大ミナレットにとどまらず、前回審議時点以降の10年ほどに行われたボル、軽遺跡での明確な根拠に基づかない修復や 観光地下のための開発の数々によって世界遺産としての完全性と申請性が失われたということだった。不登録が決議されてしまうと同じ理由での再推薦が不可能になるため不登録勧告を受けた場合には審議前に取り下げられることもある。実際2013年の第37回世界遺産委員会では不登録勧告を受けた日本の武家のこと 鎌倉など6件は審議前に取り下げられたが、ロシア当局はボル・ガル遺跡を取り下げずに審議に臨んだ。委員会審議に先立ち、少数の委員国による作業部会が組織され、そこで情報紹介決議とする案が提案された。作業部会が重視したのは、ボル・ガル遺跡が持つ地域のムスリムに対する精神的な重要性であった。委員会審議では、 アイコモスの勧告と作業部会の決議案をもとに審議が行われた。ロシアは推薦書において大ミナレットの再建がきちんとした文献に基づいていることや小ッチと呼ばれるボルガルへの巡礼に訪れるムスリムたちからも授用されていることなどを説明しており審議ではタタールスタンの関連さも挙げ体寒性に配慮した建材で修復せざるを得なかったことへの理解を求め 登録指示は多かったものの、投票で必要とされる3分の2には見たなかった。審議はこの年の新規物件審議で最長となる2時間以上に、及び、その結果、情報紹介で合意され、その際、精神性を重視する観点から、登録基準の適用への見通しも盛り込まれた。アイコモスはボルガルに2013年8月30日から9月3日に、 かけてアドバイザリーミッションを派遣し、かつて挙げられた登録基準ではなく、登録基準の適用を提案した。この助言に沿ったロシアの再推薦に対してアイコモスは、基準及び基準の推薦としてならば、完全性と申請性はいずれも脆弱ではあるものの、満たしているとして登録を勧告した。この勧告を踏まえた2014年の、 第38回世界遺産委員会では、前年の審議を踏まえて基準のみの適用による、登録がなされるべきと提案する委員国が出るなど若干議論になったものの、登録そのものに反対する意見は出ず、最終的には基準とでの登録で決着した。なお、この登録経緯について、前年からの評価の変化につながった、改善点が明確に示されないまま、 登録に至ったとする東京文化財研究所のような評価もある。ロシアの世界遺産では26件目の登録である。決議では、巡礼地の存落の移転やインフラ開発などの点で、いくらかの制限が盛り込まれた。世界遺産としての正式登録名は、ボールガー、ヒストリカルアーキアロジェクルコンプレックス、L、アンサンブルイーストリックやアーキアロジェ系でボールガーで、ある。 その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。前述のように当初の推薦は失われた国家の証拠としてであったが、その証明は満たされていないと否定された。代わりに多様な文化交流の証拠、及び地域のムスリムにとっての精神的な価値が評価されて登録に至った。故に、この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。ボルガル遺跡は、タタールスタン共和国首都火山の南方約 200km に位置する。最初に登録を勧告した時点のアイコモスの、勧告書及び2012年のロシア当局の推薦書をもとに、主要な遺跡群を挙げる。ただし、前述のように、世界遺産としての価値は、物質的側面よりも、精神的側面が強調されている。 アイコモスはこの遺跡で神聖性を示すのは立地、精神、感覚のみとしており、その最終的な判断でも、かつての文化伝統を伝えるという観点での物質的な証拠が残っていないと位置づけた。また、第三十八回世界遺産委員会の審議では、委員国であったカザフスタン代表が、高校遺跡としても物質的価値を持つと主張したものの、他の委員国の同意を得られずに、 議論の末に意見を撤回している。この遺跡地域では様々な建物が現代に追加されており、2012年には記念宮が建てられた。ありがとうございます。